今回はですね、福岡に旅行に行くんですけど、場所がですね、海の中道というところで、3月に滞在型レクレーションという新しい施設がオープンしたということで、そこに泊まっていきたいと思います。今回は男友達ばっかりなので、どんな感じになるかわからないですけど、男旅をしたいと思います。どんな感じになるでしょうか。楽しみです。行ってきまーす。年齢、出身地、職業もバラバラ。大阪で出会い、意気投合するが、転勤でそれぞれ全国各地。出会って10年、言いたいことは何でも言う。そんな自由すぎる男旅をご覧ください。じゃあスタートします。行ってきます。まずは博多駅に集合し、博多駅から海の中道海浜公園に向かいます。車で約30分くらいですかね。めちゃくちゃいい天気でした。もうすぐ到着です。テンションが上がってきました。ここはめちゃくちゃ大きい国営公園になります。海、自然、動物、遊び、宿泊を兼ね備えた一日じゃ回りきれない多種多様な複合公園になっています。正直近場にこういう場所があったらめちゃくちゃ楽しいだろうなと思いました。ではまず公園内に入ります。入って早々海と開けた光景が目に入ってきました。あれ言うやん、言うバーベキュー会議、あれ言うって書いてある。ここでバーベキューできる。ここワンちゃんがいたり、子供たちが遊んでいたり、自転車で散歩している人がいたり、ハンモックでくつろいでる人がいたりと、開放感がありまくりで、これは気持ちいいでしょうね。何してんの？こんにちは。今回宿泊するのは、泊まれる公園、インザパーク福岡。我々はここでグランピングをします。それではチェックインしてテントに向かいましょう。いいね、これは気持ちいい、はい、グランピングは今日かららしい。今日から？今日かららしい。初めて、初めて。マジで？初めて。マジ？ドタバタ初めて。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 ソファ座りながら。これパイセンみたいな好きなやつやん。これパイセンみたいな好きなやつやん。ああいいね、いいね、いいね。これテンじゃねえの、テンの、テンの。これはいいね。すごいよ。これ二つで一で、二やね。あ、これで一。これで一で二や。おお。めっちゃ広いじゃん。いいね。テントの中はこんな感じです。ベッドが2台入っていることによって寝るだけのスペースって感じですかね。タオル、歯ブラシはあります。この日は少し寒かったので電気毛布がありました。エアコンはついていないので夏場は暑いかもしれません。冷蔵庫はあります。照明系はランタンと懐中電灯があります。コンセントがあるのでスマホなども充電大丈夫です。部屋着に関してはついていないので自分で用意する必要があります。キャンプにより近いグランピングっていう感じですかね。じゃあ一人がいい、一人がいい家まで一人、あとは一人決まりたい。あっちの子に勝った人が、待って待って、二人がいい。大将軍、じゃあ行きまーす。大将軍、じゃあ行きまーす。それではですね、散歩しながら他の宿泊施設を紹介します。まずは
このアートのように設置されている無数の球体ですが、これは球体のテントになっていて、ほぼ宿泊できるようになっています。直径6メートルあって2階建てくらいの高さで、中も広々、夜は幻想的な顔になります。次は海沿いに並ぶこの建物、1人もしくは2人専用のキャビンになっています。超近い海の景色が見れる開放的なお部屋です。これはすごいですね。なかなかない宿泊スタイルです。そしてビップルーム、ここも海沿いに立っていて、屋外テラスとお風呂がついています。これは贅沢です。そして我々が泊まるグランピング、これこそキャンプ感を味わいながらグラマラスな時間を体験できます。海を存分に感じながらオープンなリビングは最高です。何してんのそれ。怪我すんだよお前。結構大変や。怖いね。夕食はバーベキュー、フレンチを取り入れた贅沢な内容となっています。これがまためちゃくちゃ美味しかったです。鹿の島のですね、ほぐしたサバとクスクスということで、お召し上がりください、はいはい、ちょっとご飯っぽい感じですけど、で半分ぐらい食べたらこちらの方にお出汁が入ってますので、冷製の茶漬けにして、こちらがモッツァレラと黒トリュフの焼きリゾットという形になります。焼きリゾット、はい、でそちらの炭火で、まあ、葉っぱがちょっとこう焼けるぐらいで火入れてもらってお召し上がりください、はい、であとパンをですね、このバックスケットの中に入れて、はいはい、パンを焼いて、で次は魚料理なんですけど、カンパチのフィネルということで、こちらの方に入れてます、はい、まあ、そのままでも食べられるんですけど、これも火にかけていただいて、煙が出て大体5分ぐらいで香り付けができますので、お召し上がりください。で最後お肉になりますけど、こちらティーボンステーキになります。でまな板と、はい、はい、切り分けて、塩コショウこちらでございます、はい、で最後にこちらデザートですね、生チョコレートのムースと焼きバナナになっております。なるほど、なるほど、はい、これは何ですか、どうですか、これは何の魔王やった何の魔王だ。これだけ、あ、このまま、これごと、これごと、これごとね、これごと、このまま焼く、そうです、そちらでこの辺からちょっと煙が出て、あ、5分ぐらい、5分ぐらい待ってされるんや、ちょうどいい、まあそのままでも食べていただける。でそれをまあこれでも使って、これちょっと宿題させてください。宿題、宿題、はい、さあ、宿題で、はい、お願いします。おしゃんだね。もう好きにしてよ。並べてくれ。これ何？これ？これが、これが、これ宿題にさせてもらっていい？学んでるな。学んでるな。言ってたもん、ね、師匠も。俺、宿題にさ、俺まさ、一個ずつちゃんと順番で質問してくれるかなと思ったら、急に宿題だ。わかりました？わかりました。これだ。はい。付け合わせでですね、カラフル野菜のローストっていう。ああ、はい。これ焼くんですか、これ。いや、もうこれはもう火が通ってます。あ、はい、じゃあ肉と一緒に。お肉と一緒に食べてね、はい、っていうこと。ありがとうございます。申し訳ないです。いやいやいや、ありがとうございます。はい。なんか混ぜて。これ振ってって言ってた。振ってた。ドレッシング入ってたね。はいはい。おお。いいね。そういう感じで。こっちも振って。ちょっと前に流行ったよね、こうニューヨークスタイルの。ニューヨークスタイルだな、本当に。そうそう、らしいらしい、適当したやろ。ニューヨークスタイルこれ。ニューヨーカーからニューヨークスタイルっていう言葉が。知ってる、だってニューヨークのことも。怪しい。
いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。触れてるかね。これ触れてんのかな。触れてると思う。触れてる。絞って。触れてるかな。そうだね。ニューヨークスタイルだけ。いい、いい、いい。はい、では、みんなさん、これで。行きましょう、行きましょう。ああ。あっちに行こう。これどうなの？これここ骨でしょ？お、いいですいいです。いいね。豪快だね、切り分けが。なんとこ。広く。それは広く。キャッチコピーそれだったっけ？合ってた。人のキャッチコピーじゃない、大丈夫？もうちょっと焼く？いいよ、もうちょい焼こうか。それで焼いたらいいですね、切ってから。あ、ちょっと切って焼くか。なるほどね。太めに切ってね。ということはこれもっと、もっと焼いてもいいよ。もっといっていいよ。もっといっていい。もっといっていい。もちろんすか。確かにちょっとレアだ。そう、ほら、もっといっていいよ。いっていいね。もっといっていいよね。熱い。いくぜ。うい。ファーストバイトは失敗ね。ファーストバイト。ここやろ。これ、むず。加わってきました。手羽先みたいに。はい。これ、いい動画やな。あっち。え、どうやっていくの？肉より指舐めてる方が多いからね。あっち。ここやな。あいにゃよ。そぎさ、そぎ、そぐ？そぎましょう。はい、あ、安いなります。100万人いくよ。確かに。めっちゃすごい。え、そいでくれへん？これ誰か。誰やねん、誰やねん。そがれへん。ハリキ、ほんま。一人依存しとるよ、これ。甘えるね。こちらに具合。本当にないわ。朝食はホットサンドとサラダ、そしてコーヒーがついていました。
よし、行きましょうね。ここを入れて、行きます。意外と力入れますね。で、どうすんのこれ。閉める、閉めんのか。閉まらない、閉まらないよ、閉めなくていいね。ここでのグランピングはアウトドアを存分に楽しめる仕様になっていて、とても満足な時間になりました。そして最後にこのバカでかい公園を電動キックボードで散策しました。ちなみに全員電動キックボードは初めて乗ります。これがまた楽しかったんです。早いぞ。あ、これいいな。あ、え、こうか。いいな、これ走ってる俺これ。いや、ちょっとここのね、ここにね、右にね、あったレバーがある、うん、レバー、これ下にやると、レバーを下にやると、これはこんなやつ、こんなやつ、これがアクセルブレーキ。いや、多分ね、こうちょっと蹴って、あ、蹴った後、蹴った後か。あ、いたいたいた。うおー、怖え。めっちゃおもろいこれ。オッケー。ウェイ。行くぜー。どこ行く？どこ行く？チャリコースやな。左？左？左く？左行った？左行ったらダメだ。やばい、おもろい。パイセン前行って、OK、みんな撮るわ俺。あ、これいいね。キックボードめっちゃ楽やん。電動キックボード最高。あ、いいね、撮れてるよ今の。対向車、見晴らしいね。あ、なるほど、こういうことか。ほら、いいね。うわ、すげえ、ここすげえな。今どこ？で、スタートした？スタートした？え、めちゃくちゃ遠いだ。あ、もう。人生あるやん。ちょっと、あの、じゃない。動物の森された。結構遠いってことか。動物の森行こうや。動物食べる。行こう行こう行こう。なんで、横に。これ、専用の道路がいいんだよ。これがいいよね。あ、いいね、横並びいい感じで映るんじゃないの。映ってる映ってる、横並び。あれなんか見たことあるの。あ、いいね、横並び。16キロ、16、15から17ぐらいかな。次回のドタバタ夫婦日記は、皆さんニュースです。先日新大阪の西中島エリアに衝撃的な自販機ができたということで調査してきました。見に行ってみましょう。
ガチャと2000円のガチャ、5000円のガチャが3種類あります。入んないよ。札を変えても入らん。変われへんから電話してみる。電話ね、お楽しみに。